もしもし？うん、駅に着いたから電話した。もうすぐ君の家に着くよ。はあ、ダメだね。ほら、最近忙しくてお互い会えてなかったでしょ。楽しみすぎて今すごくドキドキしてるね。君は僕がそっちに着いたら何がしたい？僕はね、したいことがたくさんあるんだ。例えば、そうだな、まずは髪の毛を洗ってあげたいな。あ、でも髪の毛だけじゃなくって、君の体は隅から隅まで全部僕が洗ってあげたい。すべすべの肌も柔らかいおっぱいも、それ以外のところも。君に触れたい。こうやって今向かっているのに、それももどかしいな。ねえ、君も僕に触れたくない？こうやって僕が耳元で囁いたら、いつも君は体がビクって震えて、真っ白い耳の先がかわいそうなくらい赤くほてって、すごくかわいい。ん？どうしたの？こうやって言われると恥ずかしい？ごめんね。でも、恥ずかしいだけ？ん？そうだよね。僕も同じ。ドキドキしてるよ。そういう素直に反応しちゃうとこ、たまらないな。僕に触ってほしくてそんな風になってるのかな。すっごくかわいいな。ああ、早く触ってあげたい。なあに、恥ずかしくなっちゃった？かわいい声だけどダメ。僕にちゃんと教えて。その悲しそうな声も可愛いな。あとちょっとだけ待っててね。いい子にはいっぱいご褒美をあげるからね。お待たせ。そういうところ本当に好きだよ。ねえ、はじめにどこ触ってほしい？何でもしてあげるから言ってごらん。わかった。じゃあ、さっき君に言ったみたいに後ろからしてあげる。僕の膝の上においで。柔らかい。ずっと触りたかったんだ。僕の手のひらにはまって、ほら、ぴったり。肩紐、ずらすね。かわいい声。君の体って、素直だよね。ごめんね。少し触れただけでこんなになっちゃった。ねえ、こっち向いて。